ます。日本大学バイツ部から島博光選手と王妃です。スタートに向かいます。福島博光選手は現在日本大学の3年生スタートしました。昨年の11月にこの JRA 馬事公園で行われました全日本学生の馬術大会障害技術競技で日本大学は全国で第2位の大学になりました。その時のチームメイトでもあります福島選手、新障害落下がありました。オーストラリアで生まれたハノーバー種、16歳になります。千葉ここで3つ目の落下になってしまった。今諸岡監督、日本大学の監督の前を通りましたが、現在3つの障害の落下があります。高校時代は宮崎の高校にいまして、日本大学に入学しました選手、ちょっと落下が多くなってしまった。そして最終障害、これは綺麗にクリアです。走行タイムが75秒44。